どの天皇様の御世であったか、女房とか皇位とか言われる皇宮が大勢いた中に、最上の貴族出身ではないが、深いご愛情を得ている人があった。最初から自分こそはという自信と、親兄弟の勢力に頼むところがあって、宮中に入った女房たちからは、失敬な女として妬まれた。その人と同等、もしくはそれより地位の低い行為たちは、まして、嫉妬の炎を燃やさないわけもなかった。